後は何を発表したいかというと、コスメのブランドユエリーニュが発売になります。まずは塗り方とかどういう風に使うといいよとか、ちょっと多分普通のマスカラとは違う色味だと思うんですよね。一番何が自分が作りたかったっていうと、まず私は美容師が本業だったんですけど、プラスやっぱりメイクも学んでいて、お客様とかあとはモデルさんにやる中でどうしてもこの色が欲しいっていうものがなかったりとか、あとはやっぱり街を歩いてる人でファッションはすごい素敵なのに、あ、メイクもうちょっとこの色使ったらこの人の透明感がもっと出てファッションも生きるのにとか、なんかそういう風に思うことがすごく多くなったんですよね。でそれでどうしても作りたい色はいろんな会社の製品を混ぜて絵の具みたいにして使ってたっていう始まりなんですけど、そこから顔の印象とか、あと肌のくすみだったりとか、年齢を感じることとか、すべて色で調節できたりとか、色によって見え方が全然違って見えたりとか、若くも見えるし、大人っぽくも見えるし、みたいな感じで変わってくるんじゃないかなと思ってます。そんな中で、まずはマスカラが登場するんですけど、サローっていうマスカラです。マスカラ全般をサローマスカラっていう風に名前を付けました。で、その名前の由来は、曖昧なとか繊細なとかそんな感じの意味があるんですけど、白にほんのちょっとだけ色をふわって混ぜたような色だったりとか、なんか落ち着かずの曖昧な色っていうのが自然の中にある色なのかなと思ってて、やっぱりそういう色が人は似合うんじゃないかなっていうふうに思ってます。まず一番最初に登場するマスカラの色はこんな感じの色味になってます。いろんなコスメを使っていく中でどうしてもなかった色っていうか、そもそもやっぱりメイクっていうのは顔を魅力的に見せることだったり、ファッションと合わせたりとか、そういう感じのものだと思うんですけど、主役になれるコスメを使ったメイクっていうのが欲しいなっていうふうに思いました。なんでこの色を一番最初に使ったかっていうと、白なんだけど白じゃない、ほんのちょっと薄いベージュが入ってるっていう色なんですよね。世の中にもベージュのマスカラとかもあったりするんですけど、肌に馴染みすぎるとそれはそれで目力が本当にスンって下がったりする。ただ突拍子もなさすぎる色をファッション全体的に馴染まなくなるぐらいの激しいものにもなりたくないっていう思いから、これぐらいのマスカラがあったらいいのになっていうずっと思ってたものを最初に作らせていただきました。で、この後に出るマスカラもインスタグラムとかでは紹介してるんですけど、それはそれはそれもすごくいい色なんですけど、私はこれをシグネチャーカラーにしたかったっていうのがあります。まず最初にこれを出すっていうことは、万人の人に受け入れられるか、って言ったらわからないんですけど、自分自身もどうなるかわかんないなって思いながらなんですけど、私がどうしても作りたかった色です。早速塗りながらどんな風に使ったらいいのかっていうのを紹介していけたらなと思います。まずはずっとこれおすすめしてる塗り方なんですけど、下まつげにつける塗り方ですね。では塗っていきたいと思います。でもう思い切って縦じゃなくて一回横に寝せてつけてあげて、一本一本ちゃんと分かれてつくことができて、フィルムマスカラなのでお湯で落ちるタイプですね。お湯で落ちないマスカラも便利は便利なんだけど、どうしても忙しい中で目だけ違うクレンジングオイルを使って落とすっていうことがちょっと億劫だったりするの。だからこのフィルムタイプにしました。こんな感じで見えますでしょうか。そう、すっごいベージュでもなく肌色みたいな色でもなく真っ白でもないんですよね。真っ白にしすぎるとキャラクターっぽくなりすぎちゃうかなっていう感じ。ほんのりベージュが入ってるので肌なじみもよく、少しまつげのハイライト的な新しい感覚で使っていただけるといいかなと思います。馴染みのいい色なので、どんな色のマスカラが上に来てもものすごく派手になることはないです。だから意外とこの白のマスカラはぜひ使ってみてほしい。そもそもマスカラって目力を出すっていうことが目的だと思うんですけど、私自身がそこまでパッチリした目元が好きでっていうよりも印象的な目の方が好きなんです。ファッション的にも個性がある感じのファッション好きで、そこにもフィットするんだけど主張しすぎない色っていうのでこの色を作ってみました。1個目がこの塗り方です。2個目の塗り方をいきたいと思います。今度は上のまつげにつけるやり方をやっていきたいと思います。一緒に使うのがこのヒンスのマスカラです。
黒なんですけど、重ね塗りがしやすいっていうところでこのマスカラを選んでます。こう毛みたいにもうナチュラルに程よくボリューム感を出してくれるっていう感じなので、まず先にこの黒いマスカラを上のまつげに塗りたいと思います。このマスカラを塗るときは結構ね、下からしっかりこう通しながら塗ってあげると一本一本が綺麗につきます。今ね、アイライナーは何もしてない状態になります。でボリューム感が出ます。ある程度しっかりボリューム感が出た状態で、毛先の方だけに、サロンマスカラのサロンをつけていきたいと思います。このね、黒との組み合わせっていうのも可愛いかなと思います。目尻の方に塗っていきますね。ちょっとだけ先の方が白っぽく見えて、光に当てるとわかるかなと思います。そう、なんか結構昔に白のまつげエクステとか流行った時があったと思うんですけど、根元から白っぽい色がつくので結構鳥みたいな感じの印象になるんですけど、マスカラだと毛先だけとか調節できたりするので、自分のつけたいところに程よくつけることができるかなと思います。ちなみに今塗ってるリップはセルボークの23番なんですけど、相性もすごくいいかなと思います。あとはレンガ色っぽい感じの色味だったりとか、よく私が使っている色ですね。で、モノトーンの服に合わせたりとかしてあげてもいいかなと思います。ロシアのこの色が本当に最近好きで、プラフっていう色なんですけど、これをまぶたにのせてあげるとくすみがね、スッて一瞬で飛ぶんですよね。そういう感じで一回くすみを飛ばしてあげて、この白のマスカラに挑戦してあげるとよりいいかなと思います。もしこれだけだと目元のボリューム感が足りないなっていう思われる方は、ナチュラグラッセのアイライナーペンシル02番なんですけど、これめちゃくちゃ良くて、何がいいかっていうと本当に自然につくんですよ。目元の印象はっきりしてくれるので、これも一緒に使っていきます。本当はね、本来だったらこっちを先に使った方がやりやすいかなと思うんですけど、今日はちょっと後からなっちゃったんだけど、後からでもいいです。で少し上にキュッて上がってるので、ここですね。マスカラしてるから若干やりづらいけど、あ、待って、あ、大丈夫です。いつもこれアイライナーペン、アイブロウペンシルがすごい似てるんですよ。多分違う感じかなと思います。この上のところも少しボリューム上げていきます。ちょっとこっち側も行きますね。黒と白ってすごい正反対の色だとは思うんですけど、白ってニュートラルな色てか何も入ってないみたいな色として捉えられるんですけど、ハイライトってやっぱ白ければ白いほどそこが際立つし、完全に反対の意味で目立つ感じかなと思ってます。なので黒いマスカラを使うと確かにこう影ができてしっかりボリュームがぐわってアップするんですけど、白を使うとそこだけがふわって浮いて見えるんですよね。それがこのマスカラのいいポイントかなと思ってて、かといってふわって浮いて見える中にこう眩しいぐらいの白ではない、肌色にスッて馴染むぐらいの白なので、そこはそんなにつけるときに心配しなくてもいいかなって思います。自然な印象になるかなと思います。でこれだけで足りない人は普通にアイライナーを引いてあげたりとかしても可愛いかなと思います。本当に何色でも合うので、水色、グロシアっていうブランドなんですけど、この水色もずっと爽やかな印象にしてくれるので、水色を塗る時のポイントっていうのは黒目のすぐ上にならないようにするっていうことですね。ここにつけるとすごい古くなっちゃうので、このくぼみのところにつけます。で伸ばします。こんな感じです。リップも濃くしてみましょうか。ヨーア03番、大人っぽくしていきます。やっぱり一番最初にすごい思ったのが、この色ってみんなに受け入れられるのかなみたいな、すごく考えたんですけど、本当にこう作りたいもの何って聞かれた時に一番最初に出てくるのこの色だったんですよね。私の今までの人生もと、例えばヘアカラーしても一番に考えるのは肌との相性がいいことだったりとか、その色ってもう人をどうにでも見せられるっていうか、いい方向にも悪い方向にも持っていくことができちゃうなと思うので、本当にリップ1本で人の顔って変わるって思ってるので、肌とまつげのコントラストとか今までなかった感じかなとは思うんですけど、楽しんでいただけたらなっていう風に思っております。あと数日で日本に行くんですけど、っていうかもう多分この動画を出してる頃には日本にもう行ってるか
行く時かもしれないんですけど、はい、直接お会いしてアドバイスをする機会を設けてまして、そこで皆様にお会いできることをすごく楽しみにしています。あと大阪でもそのイベントがありますので、でもチケットって言っても無料なんですけどね、ただその時間は決めてあるっていう感じなんですけど、もし皆様とお会いできる機会があったらすごく嬉しいなと思います。ちょっとでもマスカラの使い方が白なんてなとか、難しい色私には使えないなってもし思われてる方がいたら、相談に乗りたいなというか、ぜひ直接会ってお話できたらなって思っております。ということで、初めてのメイクブランド出るんですけど、正直本当にどうなるか分からなくて、やっぱ一本ずつから出させていただくんですけど、何か自分がブランドをやるっていうことが初めてのことなので、分かんないこともたくさんあったりとか、たくさんスタッフの方に助けてもらったりとか、本当にいろんな人の協力を得てこのブランドができてるなって思うので、あとユエリーニュっていうブランドの由来なんですけど、フランス語なんです。目と線っていう意味があるんですよね。今までたくさん目で見るものをすごく感じて、例えば夕焼け綺麗だなとか、夕焼けの中のオレンジとブルーになりかかったところの色ってすごい綺麗だなとか、あ、オレンジと水色ってすごい相性がいいんだなとか、いろんなものを目で感じて体験してきたっていうのと、すごくオンラインサロンの方を含めてみんなに助けられながら動画配信だったりとかイベントだったりとか、人とのつながりがすごく自分の中でも楽しくてっていう意味を込めて、やっぱりこのつながりを大切にして、で目で見て私が作ったものを共有して共感できていけたら嬉しいなと思っております。何が言いたかったかちょっとまとまってるか分かりませんけれども日本で会える方本当に楽しみにしています。ぜひ手に取ってつけてみて いただけたら嬉しいです。そうするとこの良さが分かっていただけるかなと思いますので、皆様本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあねー。